はい、どうもこんばんは、おいキムチです。今回もスペルブレイクやっていきます。今回ちょっと話していくのは、まあ、狼でね、かなりいい試合が取れたんで、ちょっとそちらの解説と、あとまあ、狼のことについて、前回ルーンの動画であんまり詳しく触れられなかったんですけど、一応3位という形で置いたんで、ちょっとがっつり解説していきたいと思います。で、まずね、最初に、狼のメリットなんですけども、これ狼のメリットとしては、まあ、いくつかあるんですけども、大まかに言えば2つあると思ってて、まず1つは、ずっと敵が見えること。これはね、本当に強いよ。それこそ、公式ウォールハックみたいな感じで、敵がどこにいるとか、あと逃げた際にもずっと追跡能力ができるってところが強くて、まあ、今ね、さっきキルしたみたいな感じで、今回復してるなとかっていうのもちょっと分かったりとか、こっちにヘイト向いてないなっていうのが分かったりするから、まあ、すごい状況をね、戦術がどうなってるかっていうのが分かるっていうのが、まず一番強いところですね。で、二つ目に、狼使ってる最中っていうのは、確か足の速度が4倍とかになるんですよ。なんで、そもそも、エイペックスするところのブラッドハウンドをのウルト使ってる、常時ウルト使ってる状態みたくできるんですよね。そこも強いっていうね。で、これにプラスで、まあ、雷とかと組み合わせると、雷って結構走りながら OEM する系の魔法じゃないですか。かなり相性いいんですよ。本当に。この二つの相性はね。ほら、こんな感じで今、岩とかに隠れてるじゃないですか。でも岩でこっちは見えてるから、まあ、先打ちできるみたいな感じで、もう本当ね、ある意味公式チートみたいなもんですね。はい。で、今、敵がテレポートで逃げたんですけども、で、雷のスキルで、まあ、スキルレベル2のやつだと、落雷を落とした際に、ルーンが1個ストックできるってやつがあるんで、まあ、ちょっとそれを使って、追跡とかやってます。はい。まあ、こんな感じでね、ひたすら追いかけまくってやってるって感じですね。で、別パとかがいたんで、別パいた際にも活用できるのが、別のパーティーが自分に対してどうやってアプローチしてくるかみたいな、どうやってアクション仕掛けてくるかってところも分かったりするし、まあ、こんな感じで岩をぶん投げて、まあ、回復を阻害することもできるし、基本的に狼使いの、プレイヤーが自分の敵として現れた時には、逃げることはできないです、ほとんど。まあ、見てわかる通り、相手の回復シーンとかにもひたすら追いかけまくって、で、足はこっちは4倍になるんで、向こうのスピード、ルーンとかを使わない限りは向こうのスピードに絶対追いつけるんですよ。っていうところがね、まずね、もうめちゃくちゃ強いかなっていう、そもそもの判断としてね。はい、なんで、まあ、狼使った際にはこんな感じで、一人のやつをとりあえずストーカーのように追いかけるみたいなことをやってみた方がいいと思います。はい。で、今ね、やってるのは、まあ、どこに敵がいるかなっていうの状況確認系で使ってますね。はい、狼ってかなり状況把握ができるっていうところで、例えば自分の後ろにいる敵だったりとか、あと、まあ、横でこそこそ撃ってこようとしてる敵とか、あと、漁夫狙ってそうな敵とかっていうのを瞬時に把握できるんですよ。で、どこで一番戦場が大きく動いてるかとか、何枚戦ってんのかなっていうのが本当に、視覚的にわかるんで、これはね、有利な場所、それこそ高台とか取ったりとか、あと建物の中とかをちゃんと取ったりすると、意外とね、持ってきやすいっていう。で、しかもこいつ隠れてたんですけども、隠れてることすらわかるっていうね。で、しかも、透明ルーンってあるじゃないですか。まあ、体が透明になって全く見えなく、全くじゃないんだけど、見えづらくなるよっていうルーンがあると思うんですけど、それに対しての実はアンチルーンがこいつなんですよ。全部の居場所がわかるんで、まあ、逃げらんないっすね。はい。よほど、フライトルーン2個持ちだったりとか、相手が雷とか使わない限りは、ほぼほぼ逃げらんないと思います。ルーン1個の状態だったら。で、今回ね、タレントの話もするんですけども、タレント一番左側のやつで、雷とか、あと、まあ、毒とかそういうヒルム系のやつとかかな、確か氷とかもだったかなはずなんだけど、そういうのを食らった時でも、ひるまなくなるっていうやつをつけています。これ理由としてはね、自分の落雷とか食らった際に、スキルが使えなくなりましたっていうのを防ぐために一応持ってっています。はい。で、ちょっとこのシーンなんですけども、ここのシーンめちゃくちゃエイムがばりすぎて全然敵に当たんないっていうね。まあ、ただ、今ここに何枚いるかっていうのがパッと見で分かったじゃないですか。だいたい4枚ぐらいいるかなみたいな風に分かったんで、まあ、かなり激戦区だなっていうのをまず頭に入れときます。で、それで打ち合って、まあ、このゲーム分かる通り打ち合った瞬間には後ろからね、こんな感じで撃たれてくるんですよ。なんで、もうすぐ撤退しようという決断で、こっちまで逃げています。で、こういう、まあ、ヒットアンダーウェイというか、他の人よりも一番早く前線から離脱できるっていうところが狼のいいところで、まあね、木とかこういう石の裏とかが隠れてても敵の位置が見えるし、本当に
強いポジションみたいなとこを取りやすいんですよね、実は。向こうにしてみたら回復したいのになみたいになってた時でも全然ね、こっちにはもう影響なしみたいな感じで戦えるっていうね。はい。そう、こんな感じでね、もう敵にしてみたら相当嫌だと思うんだよね。こんなずっと狼とかで追われて挙句になんか魚振られるみたいな感じになってるしね、もう最悪だと思うんだけど、まあこういう小水手を使えるっていうのが狼の強みですね。で、今後ろから石を投げられたんですよ。どこなんだろうなっていう意味で、索敵代わりにこの狼を使って、あ、一人なんだな、しかもその山の上にいるんだなってことを確認できたっていうね。しかもこれ透明でほら見えるでしょ本当に、使い方をちゃんと分かってくればガチで強いっす、狼。本当に強い。まあ、ちょっと唯一欠点としては、逃げ性能がかなり劣るっていうのと、あと、空中に浮くことができないっていう、この2点ですね。最終の終盤演で、ぶっちゃけ結論が言っちゃうんですけど、この試合って、まあ、建物だったりとか、まあ、散ったおかげで、まあ、若干有利だったのかなっていうふうに思うんですけど、本当の平原で何もないような場所で、みんなでルーンを使って、フライトルーンとか、フェザーを使って登りまくってみたいな感じの戦いだと、正直かなりきついと思います。だからそういう時には、もうそうならないように、結構ハイドして、敵がこっち向いたかなと思ったら、すぐ、身を隠すみたいな感じで、なるべくヘイトを引かない立ち回りっていうのが結構重要視されると思います。で、今回の場合は、それもちょっと意識してました。自分にめちゃくちゃヘイト引かないように、狼で大体どの位置にどの敵がいて、どの敵を見てるのかみたいな感じを意識してやってました。で、雷を持ってるとはいえ、一応無駄遣い、落雷を無駄遣いしないようにっていうのを心がけてますね。落雷使う場合、即でルーンが溜まるっていう、かなり重宝できる、アビリティなので、雷使うときはね、そこも意識した方がいいと思います。狼溜まんのって、確か十数秒ぐらいかかるのかな、確か。で、一回使ってる発動してる最中は、クールタイムが入んなくなっちゃうんで、実際は、連続使用してしまうと、溜まんのにちょっと時間かかっちゃうんですよ。なんで、ここで、無駄に使わないって意味でも、雷の、まあ、落雷というかね、落雷を有効活用した方がいいと思います。はい。で、ここちょっと殴り合いになっちゃってるんですけど、まあ、この殴り合いでもね、狼うまく使えば、こっちの方がレレレが一方的に速くなるんで、めちゃくちゃ殴りやすいっす。めちゃくちゃ殴りやすいというのもおかしいんだけど、敵の攻撃を避けながら殴れるっていうところが利点なのかなっていう。で、今一応ね、隠れてるんですけども、まあ、これも狼があったから分かったことですね。だいたい狼で最初に敵の位置がどこら辺にいるのかなっていうのは把握してて、で、プラスで自分の真上にいるっていうのも分かってたんで、多分ここがアンチだろうってことで、まあ、意図してここに隠れていましたね。はい。で、こうやって隠れられれば、自分だけ一人回復できるんで、実際フル HP でまたあいつらと戦えるってことが起きるんですよ。で、向こうにしてみたら俺がどこにいるか全然分かってないんで、で、狼使って、まあ、こんな感じでまた打ちのめしていくっていう。で、しかも二人の位置がもう分かったんで、一番この戦局の中で有利なのは自分なんですよ。なんでかっていうと、全員の位置が分かってる、プラス高台が取れてるっていうところ。で、しかも、落雷を使えば、ルーンがすぐ溜まるっていうところで、もうぶっちゃけ、もう常時、狼状態にできるっていうところ。だから、ボールハックですね、本当に。もう常時ボールハック状態にできるっていうところが、この終盤では相当生きたと思います。はい。同じでね、ほら、敵が向こう、もう一人のやつやってくれてるなーっていう風に見れてるし、自分のところにうまいこと敵が来ないように誘導できてるっていうのも、これ多分かなりいい試合ですね。はい。雷を連続当てすれば、かなりハイダメージが狙えるっていうのは、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、まあ、それと、狼で、まあ、一方的に、まあ、先打ちではないんですけど、ある程度ここに来るだろうなみたいな感じで予測打ちが結構できたりするんで、まあ、今みたいな感じで上を取りやすくなってるっていう。だから、基本的にスピルブレイクはもう上取った方がいいっていうのももちろんなんですけども、こんな感じで相手の位置を把握して上を取って、いかに相手よりも有利なポジション取りをするかっていうところも意識した方がいいです。はい。で、まあ相手は透明なんですけど、こっちにはまあ透明の意味が全くないというね。で、最後は落雷で締めに入ると。はい。まあ、こういった感じの立ち回りです。まあ、ちょっと分かりづらかったかもしれないんですけども、狼使った際には、基本的に今みたいな感じで、雷だとかそういったところと組み合わせると、めちゃくちゃ使いやすいと思います。まあ、ぜひとも皆さん使ってみてください。はい、お疲れ様でした。